はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあ今回はね、楽天モバイルね、まあ、管理でもなんだけども、まあ、楽天ショーの方のアカウント管理だね、これね、楽天モバイルで、まあ、最近はあの iPhone SE2 がね一括1円ですごい賑わってるんだけども、実際に審査でね NG が出る処理っていうのが、ID が2つあるね、もしくは3つある、複数いっぱいある、そんな方はあの審査で NG になってしまいますね。で、あの契約してもらえないんで、でそこのところをよく交渉すると、悪いことしなかったらしてもらえるっていうね、まあ、そういうパターンがあります。で今回はね、その昨日とかもねそんな話したけども、古い ID で昔作ったアカウントのポイント通帳を今現在紐付けしたよっていうね経験者様がご購入されたのでね、紹介したいと思います。テレリン、はい、二藤さんね、そういえば二藤さんそうだったんだねと思ってね、二藤さんからいただきました。これね、昨日言ってたの、あのアカウントを退会してもアカウントの管理とポイント口座、ね、通帳は別々管理なんで、退会してもこっちの通帳は残ってるんだよ、こっちを消さない限りね、ポイントが残ったまま残ってるんだよって、それで確か復活した人がね過去にいたような気がするよってお話をしていたんだけどもね、とりあえずあの二藤さんも経験があるみたいでね、大会した楽天 ID ポイント口座と楽天モバイルとかが紐付けられてしまったものです。一連の手続きで分かったことをお知らせいたします。前楽天モバイルのアプリにいつまで経っても利用状況が反映されないので楽天モバイルに電話して確認しました。本人確認後にポイント口座が2つあると伝えられました。そしてどのポイント口座と紐付けられているかも教えてくれました。複数の楽天 ID を持っているではないかと疑われました、ね、以上からおそらく楽天モバイルは本人確認では楽天 ID は伏せられポイント口座しかわからないのではないかと思います。で、楽天モバイルではこれ以上何もできないので、伝えられた2つのポイント口座番号と紐付けされているのはどちらの口座番号なのかをメモするように言われました。この情報をもって楽天市場の問い合わせになりました。あとは楽天市場の指示に従いわけのわからないまま手続きが進み、楽天モバイル上のポイント口座の変更完了メールが届きました。その後はマイ楽天モバイルのアプリに購入履歴や利用状況などが表示されるようになりました。推測が合っているかショップに行った際には楽天 ID を把握しているかを確かめてみてほしいです。参考になればと思います、ってことでね。で、まあ、今回の情報だと楽天モバイルはあの ID がいくつあるかね分からないから、まあ、本部に確認だと思うんだけども、まあ、ポイント口座の紐付け自体はね、分かるということらしいよね、どうもね。で、これがね、まあ、大変だけどね、楽天モバイル紐付け問題解、ね、解決、会員 ID を削除して困った場合の復活術っていうね、これは過去におじいが作った動画になります。まあ、これあの興味のある方がいたらね、またあのこれリンク貼っとくけどもね。でこの時にね10ヶ月前二藤さんのねコメントを見てみました。私も混乱してきたので振り返って手続きした時のメールを見ていました。楽天モバイルから下記のメールで手続きしてくださいと言われました、ね、で、メールタイトル楽天 ID 変更のお知らせ、楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。以下の URL より楽天 ID の変更ができます。ページ内の案内に沿ってお手続きください。で URL があるで、手続き完了すると下記のメールが来ました。メールタイトル楽天スーパーポイント口座情報変更完了のお知らせ、楽天モバイルをご利用いただき誠にありがとうございます。楽天スーパーポイント口座情報の変更が完了しました。楽天スーパーポイント口座旧口座番号、退会した楽天のポイント口座番号で、新口座番号、新規で作った楽天 ID の口座、楽天モバイルは楽天 ID とポイント口座を一緒に考えていることが分かりました。この手続きにより楽天モバイルに紐付けられた退会した楽天 ID のポイント口座が新規で作った楽天 ID のポイント口座に吸収されたことになります。先月末に5000ポイントは受け取ることができましたということなんだね、これね。なので、これがね本当ニトンさんの場合もそうなんだよね。このポイント口座、これね、
古い方にポイントが5000ポイント入っていた、ね、でなので古い方のポイント口座を紐付けし直してもらって、それでこのポイントを使うことができたっていう。だからあの古いアカウントは退会処理をしたんだけども、ポイント口座は残っているので、なので、楽天モバイルを新しいアカウントで登録したら、そのポイントバック5000ポイントウェルカムポイントがこっちの方についてしまったっていうね。でいつまでたっても自分の方ね、おかしいのはポイントつかないなってね、なので、よく確認したらそうだったから、あのポイント口座をひも付けをし直してもらったっていうね、こういう流れになりました。これがね、ありがとうございます。で、まあ、この内容ね、これに内容は楽天モバイルひも付け問題かよ、ね、この内容と、あともう一個ね、古い楽天 ID に紐付けされたけども思い出せないどうしようっていうね、こういう動画もね、去年の3月の24日にこれを作って、で、この問題がね解決しましたよっていうね、まあ、ここにニートさんとかもねコメントいただいたっていう、まあ、この2つのこの動画最後ここら辺に置いておくんでね、もし興味のある方は見ていただければなと思います。またこのあのビックリマーク引っかいたやつも押してもらえばピョンってね出てくるようにしておきたいなと思います。まあ、このアカウントとね ID の関係っていうのは本当楽天モバイル昔はあの知らなかったんだよね、モバイルの人たち、まあ新しい人たちばっかだしね、楽天の仕組みもよく知らないから、おじいもそうだったんだよ、あのそのアカウントにポイントが来ると思ってたからね。でもそのアカウントにポイントがつくんじゃなくて紐付けされた口座に来る。だからキャンペーン情報なんか見るとね、ポイントがもらえない場合は楽天モバイルをね、退会した場合とか、あとポイント通帳を、ね、削除した場合って、こうやって2つわざわざあったりとか、まあ、そういう説明もしてあるので、まあ、もし興味のある方はこの2本の動画を見るとすごく賢くなるんじゃないかなと思いますね。まあ、今後のトラブル防止に、そして周りの方がね同じような状況にならないかどうか、だからポイントがもらえないとかね、わしゃポイント条件外れたとかってね、そういうのもあったんだよ、ね、でも実際みんなもらえたっていう、ね、そんなお話、まあ、いろいろあるんでね、過去にためになる動画いっぱいあるんでね、また興味のある方はここら辺を見てみてください。というわけでニトンさんね、ありがとうございました。この流れをねおじいも当時を振り返ってちょっとさっき見てたんで、今日はね思い出しました。ありがとうございます。というわけで古い ID のポイント通帳紐付け経験者からねご降臨したのでね、解説でございました。参考だった方はグッドボタンよろしくお願いします。またね、バイバイ。あと私の体験談とかね、あだったこうだったとかね、あとポイントもらえなかったんだけどっていうね、そういう方がいたらコメントくれればね、いろいろ調べてみると本当はポイントもらえてたんだけども、もう期限切れになったとかで、今がまだ間に合うかもしれない、幼少期の方はね、まあ、そんなわけで一人でも多くの方はちょっと、あ、私どうなんだろうと思う方はねコメントいただければなと思います。またね、バイバイ。ここら辺も参考にして見ておいてね。